はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一1位になり、それから世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。1億円近く投資しておりました。現在ズルトレーダーは FX 統一となっております。スペシャリストの半間岩先生の投資ですね、状況を報告いたします。まだデモでね、試験してます。もう2年間ぐらいしてますね。というのはスペシャリストになってね、現実をよく知ったということで、コンピューター分析を大事にすることと、を集中しました。自分の超能力使って稼ぐのはもう非常に辛いということだね。コンピューター使って分析しておりましたけれどね、もっと重点を置いて計算しないといけないなということで、2年間ずっと、稼ぐ方法ですね、コンピューターでうまく自分の考えを入れてね、プログラムして稼げるようにというふうに、分析をねしながらずっと来ております。で、シグナルが出まして、もうすぐ判定ですね。あ、終了したかな。勝ちましたね。で、こちら1週間やってるんですけど、70% 以上ではね、8840円ですね。だから3840円しか稼げてませんね。こちらの方 75% は昨日からで1万440円ということで、稼ぎが出ました。インジケーターはこちらなんですけどね。取引数は非常に少ないんですけど、これまたトラブルで一回これね立ち上げます。これね、斜線が出ないんですね。なぜかというのは、視点範囲内で動いたからですね。で、まあこのインジケーターはこの勝率であるということで、でこちらのインジケーターは 70% だけども、まあ、勝ってるからいいですね。これは 70% なんで、取引数は多いんですけどね。それで、トラブルも少ないんです。これね、全部出てますね。1分足でやってるんですけど、いいですね。8つほどね、あるんですよ。やっぱり、取引数は多いんですよね。だから、非常にいいんですけども、そうですかね、1週間やって3840円、1万3000ぐらいまで行ったんだけどね、また落ちてきました。金曜日最後ですね。月曜日からぶっ続けで3840円の利益ですね。こちら昨日からで5440円の利益です。取引数はこちら大幅に減るんですよね、このようにね。6個じゃなくて、7個じゃなくて、これ、まあ、これだけのね、取引数になっちゃって減っちゃってますね。あっちの方はもう十何個あるでしょ。あっちの方は、10個ありますからね、取引数がね。こちらの方は7個ですね。投資数は10個以上で見てるんですけど、多くしないと平均値が取れないんで、後で稼ぎにつらいんですよ。この通りのパーセンテージにならないんですね。だいたい 5% から 10% 落ちます。ね。で、勝率を上げるほどそうなりますので、どこら辺がいいかというのがベストかというのが難しいですね。それでパソコンによってもだいぶ違ってきます。だから調整が非常に多くなりましてね。まあ、こっちの方が稼ぎいいんで、同じような取引で、こちらすごくいいということでね。来週はこちらの方を 75% で、試験しましょう。これもデモですね。デモでやってます。ライブは自動売買禁止ですので、手入力となります。こちらデモ講座ですので、自動売買で動いてます。うん、これでまた来週調べて、ね、稼げるようだったら億万長者だと思います。ね、このインジケーターは、シグナル通り言ってそのまま稼げるとなりますと、販売や貸すことは禁止となります。汚職となりますのでね、
インジケーターの方はね、この前のバージョンですね、ある程度、ね、シグナル出てからとか設定でね調整して各自でね、稼ぐのを見つけてね投資するのはいいだろうということで、今まで販売してる以上は性能はちょっと法律違反になって捕まっちゃうんで、販売はどこも禁止となっております。ご了承ください。完全に稼げる、ね、インジケーターとなりますとね、シグナルだと販売が禁止となります。法律的にね汚職になりますから、ご了承くださいね。だからMTA の4でもね、シグナル出てますけど本当に稼げるのはね、ありません。だからぜひ注意してください。運とかね分かんないようなのですから、完全に稼げるのはありますからね、いいえね、それは汚職になるんで全て禁止となってますので、簡単に稼げてるとかね、間違えないでくださいね。稼げませんから、流通してるそのシグナルとかね、 MT4 の自動売買とかね、ね、お金払って投資しますでしょ、ね、手数料とかお金かかんないのもありますけども、それは本当に稼げるのは一つもありませんということですね。注意してくださいね。あったら法律違反ですので外されますね。だから全部言われたってそれ信用しちゃダメですよ、ね、全部禁止になってますから、稼げるものなどは流通は 100% 禁止となってます。世界各国汚職になります。ですからね、ぜひね注意してください。今のところ8840円ですね。これでもだから5000プラスになってるんですよ。だから3840円の利益ですね。これは5440円の利益ですね。どうもありがとうございました。